ストレスボールは手を離せば形を取り戻す心理学におけるレジリエンスとは社会的ディスアドバンテージや己に不利な状況においてそういった状況に自身のライフタスクを対応させる個人の能力と定義される。事故に不利な状況あるいはストレスとは家族、人間関係、健康問題、職場や金銭的な心配ごとその頼りを凍り得る。 脆弱性の反対の概念であり、自発的治癒力の意味である。精神的回復力、抵抗力、復元力、耐久力、再起力などとも訳されるが、訳語を用いずそのままレジリエンス、またはレジリアンスと表記して用いることが多い。レジリエンスは、もともとは、ストレスとともに、物理学の用語であった。ストレスは、外力による歪みを意味し、レジリエンスはそれに対して、 外力による歪みを跳ね返す力として使われ始め、精神医学では、ボナノが2004年に述べた極度の不利な状況に直面しても正常な平行状態を維持することができる能力という定義が用いられることが多い。1970年代には貧困や親の精神疾患といった不利な生活環境に置かれた児童に焦点を当てていたが、 1980年代から2000年にかけて成人も含めた精神疾患に対する防衛因子、抵抗力を意味する概念として徐々に注目され始めた。具体的にわかりやすい例が PTSD である。1995年のアメリカの論文にはアメリカ人の50%の60%が何らかの外傷的体験にさらされるが、そのすべての人が PTSD になるわけではなく、PTSD になるのは、その8%から20%であるという。2006年の論文では、深刻な外傷性のストレスにさらされた場合、PTSD を発症するのは14%程度と、報告されている。では、なる人とならない人の差は何か、というのがこのレジリエンスである。チャーニーは2004年に、アロステイスという概念を提唱し、 それを構成する要素として、コルチゾールに始まり、セロトニンを含む11の生理学的ファクターを挙げている。しかし、レジリエンスは生理学的ファクターだけではない。2007年にアーミットが目に見えやすい性格的な特徴を脆弱因子とレジリエンス因子にまとめたが、そこで特徴的だったことは、レジリエンス因子は脆弱因子のネガではないということである。 脆弱因子を持っていたとしても、レジリエンス因子が十分であればそれが働き、深刻なことにはならない。その、レジリエンス因子には、自尊感情、安定した愛着から、ユーモアのセンス、楽観主義、支持的な人がそばにいてくれることまで含む。国内では、腰を信じらによる研究もあり、レジリエンスは、新規性追求、感情調整、 肯定的な未来思考の三因子で構成され、また苦痛に満ちたライフイベントを経験したにもかかわらず自尊心が高いものは自尊心が低いものよりもレジリエンスが高いとする。以上、レジリエンスを構成する要素は多く、かつ極めて複雑な相互関係を持つ。また、性得的なものからその人自身によって獲得されるもの、感じ方や考え方まで含む。 アメリカ心理学会は以下のレジリエンスを築く10の方法を提唱している。親戚や友人らと良好な関係を維持する。危機やストレスに満ちた出来事でもそれを耐え難い問題として見ないようにする。変えられない状況を受容する。現実的な目標を立てそれに向かって進む。不利な状況であっても決断し行動する。損失を出した戦いの後には 自己発見の機会を探す。自信を深める。長期的な視点を保ち、より広範な状況で、ストレスの多い出来事を検討する。希望的な見通しを維持し、良いことを期待し、希望を視覚化する。心と体をケアし、定期的に運動し、己のニーズと気持ちに注意を払う。セルフヘルプによって、レジリエンスを築く。 様々な方法が提唱されており、主に認知行動療法と理性感情行動療法の理論をもとにして執筆されている。例えば、ペンリシリアンシープログラムと呼ばれるグループ、認知行動介入は様々なレジリエンスの側面を向上することが示されている。17件の PRP 研究メタアナリシスでは、介入によって抑うつ症状が優位に軽減されると示された。 ありがとうございます。